ひくまりの突撃グルメタビウム。さあプラネタビウム、グルメタビウム4回目はこちらです。大阪市立科学館、来ましたね。こちらは大阪のビジネス中心の中之島エリアにある日本を代表する科学ミュージアムです。はい、本当にね、でっかい建物で展示室も広いし、いろいろあります。広がった。はい。そう。ね、ただ今度ねリニューアルするらしいんですけれどもね。そうなんですよ。これさっき依田さん言ってましたね。東映機が。これ日本で最初に導入された投影機なんですよ。これすごいですよね。大きかったです、思ったより。でかいですよね。ここはね撮影した方がいいですね。そしてドームの中のね投影機もねかっこいいでしょ。そう、これもね福岡と同じインフィニウムシグマ、通称シグマさん。これ私この間行ったその福岡と同じものを使われてるんですね。気づかなかった。なるほどね。今後あれですね、私は東映機さんにもちゃんとご挨拶をした方がいいですね。そうですね。そうなんだ。ちょっとじゃあ私のエピソードですが、まあ先ほど依田さんもおっしゃってた通り、実はもう今リニューアル工事中なんですよ。で、2024年夏まで全館休館中ということでお休みになってます。たまたまリニューアル前のギリギリのタイミングで訪問することができました。で数フロアで展開されているこの展示コーナーもね、いろいろとリニューアルされるということで、今年の夏ですね、どうなるかすごい楽しみですね。いや本当に、楽しみですね。でプラネタリウム会はですね、まさに解説員の生解説の会にお邪魔させていただきました。はい。関西弁が入り混じっててすごいユニークでした。やっぱり関西弁入ってるんですね。入ってましたね。でサプライズがお好きそうなお姉さんの解説で、だからこう一緒に見ながらうずうずうんうんだよねみたいな感じの、お友達と一緒に見てるような感覚ですね。だからこういう解説もあったりするんだってことでびっくりしちゃいました。生解説面白いですね。ここはね解説員いっぱいいるんでね。そうか。面白いですよ。これこそ推し解説員探すっていうのにちょっとハマってしまいそうですね。いいかもしれないですね。いや面白かったです。じゃあ次ちょっとグルメ情報なんですけれども、地元の方にも聞いてきたんですよ。そしたら大阪って粉もんでテイクアウトが充実してるんですって。だからやっぱり安定してたこ焼きがすごく美味しいと。ね、美味しいよね、大阪のたこ焼き。そう、でもちょっと座って食べたかったんでってことで、じゃあお好み焼き屋さんだったらここがおすすめですよって教えてもらったのが、お好み焼きゆかり、これです。どうですか？すごいでしょ？美味しそう。昭和25年に創業された名物老舗店ということで、本間もんの大阪の味を知るならここだっていうことで教えてもらいました。本間もんの粉もんや。そう、そやで。キッチンでね焼いてくれたお好み焼きを各テーブルの鉄板に乗せてくれるんですよね。でその場でソースとマヨネーズかけてもらえるんですよ。だから最後まで熱々で食べれるっていうのがいいですよね。いいですね。もうね外がカリッとして中もっちもちで本当に美味しかった。お腹空いてくるじゃないですか。そう、でねお写真撮らなかったんですけど、チーズ4種のチーズにまみれたお好み焼きがすごい美味しかった。もう聞くだけで飯テロでしょ。すんごい美味しかった。最終的に私4枚食べたんですよ。4枚、やばくないですか？現地の人にも言ったらちょっとドン引きされてました4枚食べたうちの1枚にですね、国産牛の筋ネギ焼きっていうのがあるんですよ。これね牛すじとこんにゃくとネギを甘く楽して焼いてるものなんですけど、これうまいでしょう。いやー美味しかった。これ大阪だと定番の味わいらしいですね。お土産でもね思わず缶詰を買っちゃいましたけれども、大阪行かなあかんわこれでしょ。どうする、行かなきゃいけないところいっぱいありますからね。今年の夏、行きましょう。すごいリニューアル後のね、ちょっと楽しみですよね。ということで大阪市立科学館でした。また次回お楽しみに。